皆さんこんにちは、タッシアンダンサーキャバンです。一個前にですね、献立を、料理の献立を組み立てるっていうのはものすごく大変だっていう話をさせていただきました。世の中で料理をされているパートナー、親御様、本当にお疲れ様です。僕も3週間連続でやってみてね、本当にすごいことだなと自分で大変な思いをしながらね、ひしひしと感じてます。逆に子供の頃に母親が必死に副菜を多く作ってくれてたのにね、食卓でなんか食べ残したりとかしてるガキの頃の僕にね、タイムワークで戻れたらね、ちゃんと食えよって怒ってやりたいなと思います。どんだけ苦労してこの献立考えてると思ってるってね、言ってやりたいなと思いました。そして今回はですね、タッシアンダンスのお話をしようと思うんですけれども、まあ、近日でですね、もっと気合い入れようぜみたいな話とか、あとは、なんだろう、もう一個したのが、なんだっけ。あ、思い出しました。だから、その、栄光あるっていうかね、頑張ったご褒美がっていう、その方程式がないと、頑張んないよね、人間って。努力もしないで、栄光が勝ち取れちゃうんだったら努力しないよねっていうお話をさせていただいて、で、まあ引き続きね、同じイベント、北越谷の方にあるギャザホールの、ビアホールのイベントがありまして、まだ募集中というかね、まだ締め切り終わってないんですけれども、まあ今回なかなかどうやら人が集まらないみたいで、菊先生がだいぶちょっとね困ってらっしゃったんで、私の方からちょっと進言させていただいたんですけど、だいぶ前に、もう一年ぐらい前ですかね。ダンサー至上主義だと、ギャバンは。だからダンサーを大事にしない場合はイベントには出ないみたいなことを、ね、言わせていただいたことがありましたけれども、僕からすると、菊井先生、私の出番ですと。私みたいなダンサー至上主義の人間の出番ですというお話をさせていただきました、菊井先生の方に。僕はもともと生演奏のドラムチームなどなくても、いいと思ってる人間です。別に、ない方がいいとかってことじゃないですよ。あくまでおまけだと。僕からしたら。生演奏か CD 音源かどうかなんていうのは、もう本当におまけ程度でしかない。本来は、やっぱりダンス教室のダンスパフォーマンスなんだから、ダンスでお客様を 100% 満足させられないといけないと僕は思ってるわけですね。で、生演奏チーム、生歌チームがつくことで、100点満点のパフォーマンスが150点になったり200点になるっていうのは、意味で生演奏のチームは全然その存在意義はあるよという感じなんですね、僕の中では。ダンスパフォーマンスが50点しか出せなくて、それではお客様、納得しないから、そこに欠けてる部分で、なんかこう生演奏ありきで、なんかパフォーマンスとして成立するみたいなのは僕は嫌なんですよ。ダンサーなんだからダンスだけで見せないっていうのが僕の考えなんで、だから今回ね、人数が集まらないようであれば相談してくださいということで、菊先生の方に言わせていただきました。僕は、まあちょっと自信過剰かもしれないけど、僕と数名の女性ダンサーがいれば3、40分のステージ満足させられると、思ってますし、満足させるように今から準備をしないといけないなって思ってます。まあ普段のレッスンの時から準備はしてますけどね。いつ、例えばもうレッスン中もね、ライ君とかには言ったりするんですよ。もう僕この直後に、30分後に北越谷の駅前でイベントがあるって言っても大丈夫なように準備してるつもりです。それはもうダンスのパフォーマンスに関しては、毎回毎回曲が鳴ったら 100% の力でお客様の前にいるつもりで踊ってます。だからもう心の準備はバッチリです。ここの準備というか、技のクオリティとしてはバッチリです。ね。ただそれがやっぱり、連続するのかとか、衣装をつけるのかとか、あとはその体調面。まあ、そのダイエットも含めてっていうところですけども、そこがついてくるかどうかっていうのはまた別の話ですけれども、まあ少なくとも一曲一曲の集中に関しては、常にいつものレッスンから、準備はしてるつもりなので、まあそこに関してはそんなに心配してません。まあそうなんですよ。だから僕の中でも、菊井先生を不安にさせたくなかったから、ただできますっていうだけじゃなくて、一応自分の中でもね、演目考えて、まず僕の例えばオレロから入って、そこにバーって女性が、藁のスカートで、いい持って、ふぅー
って出てきて、こう、ドン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 って、もうザ・タヒチアンで踊ってもらってね。で、僕もその後ソロで入って、みたいなところで、まず、バーッと盛り上げてね。で、だから本当にダンサーで僕と数人しかいない、4、5人で見せるんだとしたら、もう僕もできる限りのね、ただ激しい踊りだけで見せるんじゃなくて、まあ場合によってはファイアナイフダンス、あとは、例えば、ハカとか、あとは僕が生歌で歌って、女性アパリマで踊るとか、で、菊井先生ソロ入れていただくとか、で、体験会で、まあ今、他のね、出張レッスンで、初心者の子たちに教えてますけれども、ファイヤーナイフをね、怪我の危険がないように、ちょっと100円ショップの、材料とかで作った柔らかファイヤー棒っていうのを自分でちょっと開発したんですけれども、まあそれを使ってね、ファイヤーナイフダンスのちょっと体験会をやってね、で、棒はそのままプレゼントしますよ、みたいな感じでね、お家で、もしお父さんやったら、お子さんのヒーローになれますよ、みたいな感じでね、教えて、帰っていただくという形でやって、もう一回、オレロ挟んで、まあ、エンディングの方に向かっていくみたいなことをやれば、3、40分は全然僕、まあ、ハードですけど、持つなとは思ってます。去年の7月に、池袋の IWGP フェスがありまして、もう前日にね、春巻選手がちょっと体調不良で、で、もう急遽ね、もう一人で、15分、20分持たせるみたいなこともありましたけれども、あれもまあ、まあまあ緊張という魔物とも戦いましたけれども、なんとかやりきりましたんで、まあ一人で極端な15分、20分持たせた経験はすごくね、やっぱ自信にもつながってますし、やっぱりね、人数が少ないからとか、生演奏じゃないからとか、僕からしたら関係ないっすよ。全然関係ないっす。ダンスだけで、お客さん圧倒しないとやっぱダメだと思います。だって他のダンス教室は逆に言ったら生演奏やってないもん。生演奏やってないでもダンサーだけで、で、しかも男性がいない、お教室だってたくさんあるんですよ。だから、まあ、逆に言ったら男性なんて飛び道具ですけれども、飛び道具なくても、お手屋から始めて、で、間アパリマも入れつつ、で、先生のソロ、キッズも入れて、で、全員でエンディングみたいなので、20分とか30分のショーやってらっしゃる、お教室だって全然あります。だからやっぱりね、僕はやっぱりそういう他のチームを見てるからこそ、うちもダンスできちっと見せないといかんな、というのがね、やっぱり思ってますよ。あくまでもダンスで 100% のパフォーマンス、そこにさらに生演奏も加わって、化学反応を起こして150点、200点っていう方が、僕は本来あるべき姿だなと思ってます。極端な話、今回は生演奏不可だったとしてもダンスだけで100点満点、他のチームとも遜色なし、やっぱこれを目指したいなと僕の方では思ってますんでね。だから今回どういうメンバー編成になるとかわかりませんけれども、もしねそんな感じで実現するんであればね、全力で菊先生の方をサポートしたいなというふうに考えております。今回はですね、ダンサー至上主義の、私に、役が回ってきたかなというお話でありますけれども、やべ、ダンサーだったらね、やべ、ダンスでまずは、見せられるようにならないといかんだろうっていうね、僕の思いがもしかしたら、体現できるイベントがあるかもしれないなっていうことでね、今回お話しさせていただきました。7月から8月にかけてですけれども、毎日じゃないですけれども、北越谷のですね、ギャザホール、ハウスオブマカロンというところでね、ビアホールのイベントがあります。また、後日、イベントの告知動画っていうのを出させていただこうと思いますけれども、まあ、日によっては私も出演させていただいてね、やばなんかあんな偉そうなこと言ってるけど、実際のとこどうなんだよ。もし気になったらね、見に来ていただきたいと思います。まあ、大人の方は5000円。飲み放題、食べ放題の3時間かな。6時、9時ですかね。で、その間に1時間弱の、まあ、我々のショーが入るみたいな。で、我々が入れない日はなんか別の催し、バンドとか、もしかしたら別のダンスとか入るのかもしれないですけれども、ぜひね、口だけじゃなく、まあもちろん YouTube の方にもね、できれば上げたいと思ってますけれども、まずはやっぱりダンサーたるものをダンスで見せないとっていうところをね、お見せしたいなと思ってますんで、
気になった方はぜひチェックしてみてください。ダッシュアンダーサーキャマンでした。ありがとうございました。マルルー。